どうもこんにちは、ヨクです。はい、先ほどなんですけども、生放送で視聴者さんから来た相談ごとで、同ペン教員について悩んでいますという生放送をさせていただいたんですけれども、動画で改めて撮り直しました。そのインスタにその相談をしてきた高校生か中学生かの女の子の DM を見つけました。その子からのお悩み相談でございます。はい、バンタンが最近好きになったんですけれども、ちょっとね、いろいろ問題があったみたいで、内容を読ませていただきます。名前は控えますので大丈夫です。ヒョクくん、お疲れ様です。遅い時間にごめんなさい。いいえ、大丈夫です。ヒョクくんの動画見て癒されています。ありがとうございます。いきなりですが、一つ悩んでいることがありまして、てんてんてん。私はもともと日本のアイドルグループが好きだったのですが、そのグループが問題を起こしてしまい、友達からもからかわれたりしていくうちに素直に応援できなくなり、距離を置いてしまいました。元気の源がなくなってしまい、どうしようかと思っている時に K-POP アイドルの BTS に出会い、いつも通りの自分でいられるようになりました。それから BTS が大好きになり、その中でもジミンくんのファンになりたいと思いました。でも私の仲のいい友達がもともとジミンくんのファンで、ジミンは好きにならないでと言われました。そもそも私が BTS のファンになるのは嫌みたいです。自分の支えになってくれた BTS のファンであると言いたくても言えません。とても辛いです。打ち明けたくてもなかなか勇気を持てません。友達を失ってしまうかもしれないと思っているからです。どうしたらいいでしょうか。長々とメッセージごめんなさい。一言でもいいのでヒョク君からアドバイスをもらいたいです。ずうずうしく申し訳ありません。はい、というのが、ご相談の中身でございました。結構こういうお悩み系って結構いっぱいあると思うんですよね、きっと。特にバンタンのファンはね、アーミーは大半はいい人だと思いますよ。大半はいい人だと思うんですが、一部ね、そういう過激な人がいたりとか、本当に少ないけれどもいらっしゃる。まあそれはきっとどこのファンにもいるとは思うんですが、これについてさっき生放送で、皆さんにも聞いたんですね。どうしたらいいかなと思って。で、僕自身が思ってたのは、正直そのコメント、生放送のコメントにもあったんですけど、男の子も見てくれてて、男にはわからない悩みかもしれないっていうのがあって、確かに僕もそう思ったんですよ。僕はもう9年以上かな、もうシャイニーのファンをしておるんですが、別に同じファンを嫌いになるってことがなかなか自分にはない考え方だなと思って、こう改めていろんな考え方の人いるんだなと思いました。さっきの生放送でもあったコメントでは、女子の中ではあるあるだとっていうのもあったり、まだ別に友達に打ち明けていないと、はい、ただもう事前にその友達からジミンのファンにはならないでと、もう先に釘を打たれてるわけですよね。でも自分はジミンが好きなんだと。おそらくその友達は BTS の同じファンではいいけれども、中で誰推しなのかが被るのがきっと嫌な子で、自分は別にその子自身は特に多分そういうのは気にしていなくて、仲のいい友達だからこそ打ち明けた方がいいのか打ち明けない方がいいのかすごい悩んでる感じですよね。いや、僕はちょっと逆でして、全然同じファンだったら嬉しいんですよ。もうそれでライブで一緒に盛り上がったり、同じ話でね、こう盛り上がったりできるんじゃないかなと思うんですけど、で、僕がさっき生放送で言ったのは、多分だけどまだお互い学生じゃないですか。中学生か高校生かわからないけれども、で、僕がさっき言ったんですけども、中学生高校生って学校でのコミュニティがほとんどじゃないですか。それ言ってみれば狭いんですよ、コミュニティの世界が。それが社会に出ると多分いろんなね、つながりもあったり、コミュニケーションを取るようになると世界が広がるんですね。なんかすごい上から目線でごめんね。お互いが多分大人になったらそういうのがなくなるかもしれないっていうのも、さっき生放送のコメントでもあったんですね。学生だからじゃないとか、大人になれば解決するかもみたいなコメントもあったので、きっとそれもね、あると思うんですね。あとはその生放送のコメントにあったのは、同じファンでもいいけれども、
すごい知ったかぶりされると嫌だとかね、そういうのはあって、あ、それはちょっとわかるかもしれないと思って、もし自分の方が長かったらね、あ、そうそう、それもあった、新規とか鉱山とか、そんなんもうどうでもよくなってくるよだんだん、むしろ新規の人は可愛いって思えてくるから、かといって自分も鉱山ぶって生きてたらダメですよ。それはそれで相手にとって不快になるだけなんで、お互いが不快にならないようにするためにも、お互いにね、マナーを持って、モラルを持って接した方が、同じファンだとしてもうまくいきますし、絶対その方が話も合うし、同じファンってことは一番の理解者なわけですよ。だからきっと話も合うだろうし、今後ライブに行ってもきっと盛り上がると思うんですけど、そこに至るまでが多分難しいですよね。で、僕が結局最終的に生放送で出した答えは、その友達に打ち明けて仲が悪くなるようだったら、うん、それはそれで僕はいいと思います。なぜなら今のままで自分が言った方がいいのか言わない方がいいのかモヤモヤしている中で、でも自分はジミンが好きなんですよね。その関係がずっと続いたら絶対もう心が痛んじゃいます、心やられちゃいますので、それぐらいだったらそのこと話をしてはっきりさせた方がいいと思います。もしそれで友達と仲が悪くなったとしても、そこはちょっと自己責任でお願いします仲が悪くなるようだったら、それは別にそんな深い仲じゃないと思います。僕は それぐらいで仲が悪くなるようだったら、でも分からない、女子のそういう仲とかは僕には分からない男だから、だから今のままで隠してそのまま友達と仲いい感じで過ごしたとしても、きっとどこかで引っかかってるのでストレスになるし、心もやられちゃうから、青春の時だから、学生だからこその悩みだよね、きっと。その友達とかね、そういうそこの世界での友達しかいないからね。ちょっとね、さっきの生放送だってなんかこういろいろヒートアップしちゃったので、改めて動画に撮ったんですけども、コメント欄ではなるべく皆さん落ち着いてコメントをしてくださいドーペン拒否がいてももちろんいいと思うし、ドーペンを大歓迎の人もいて正解ですし、どちらもいいと思います、というのが、僕の意見でございました。僕のファンはそういうのはないといいなと僕は思いますみんな仲良くね、話し合って友達になってくれたらいいなと思いますこの前のね、そのイベントでも、僕のハイタッチ会の時も、遠方から来る都合上、朝一のその整理券、ハイタッチの整理券に並ぶのが間に合わなかった人もいて、そういう人に対して譲るために一人5枚まで買えるけれども、あえて1枚で抑えて後ろの人に回せるようにしたりっていうのがあったぐらい、僕のファンはみんないい人だと僕は思っておりますので、それを僕は直接スタッフさんから聞いたんですよ。なんかヒョクさんのファンはみんないい人ですねって、自分より後列の人にも製品が行き渡るようにみんな1枚ずつしか購入しなかったんですよっていう風に言ってくれて、まあそんな感じで僕の話はどうでもいいとして以上、ヒョクでした。じゃあねー。